買い手を増やすために板倉さんが大切にしていること、それはサービス上で売れている魚を自分が仕入れて、家族に振る舞ったりだとか、会社のメンバーと一緒にですね、食べるような魚介というものもやって、自分たちでも食べるようにしてます。板倉さんにとって大切な時間、社内で定期的に開催している魚介。やはり消費者目線で魚を触って、かつ料理していく、調理していくっていうことを自分自身が体験して、それは実際その先のですね、お客様に伝わるものだというふうに思っておりますので、しっかり自分自身もですね、魚を触って料理をするということをやっております。買い付け人となり出品者の課題を体感し、消費者となり買い手の気持ちを理解する、この経験を通じてウーオユーザーにとってより良いサービスへとつなげている。さらに家庭で子どもたちに振る舞うのにもある理由が。家庭内でも僕自身が調理して、一緒に食べるということをたくさんあるんですけども、実物を見れるじゃないですか。さばく前の実際の魚を見れるってなかなかないと思いますので、ただ一つの出てきた食べ物ではなくて、命のあるものっていうところの認識が変わってくるんじゃないかなと思いますし、ウーオとしては今あのビジョンで全ての町を美味しい港町にというビジョンを持っているんですけども、そういった形でですね、魚をきっかけに出会いがあって楽しい食卓があるというようなですね、サービス提供というか、その先の絵を見ていきたいなと思ってますね。